マイケルコースは、米国のファッションデザイナー。クラシックなレディーススポーツウェアのデザインで知られる、ファッションブランド、マイケルコースのチーフデザイナーを務めている。米放送局ブラーボ制作の、エミー賞ノミネート作品シリーズ、プロジェクト、ランウェイの審査員としても活躍していた。現在ニューヨーク在住。19歳で服飾のデザインを始め、ニューヨーク州立、ファッション工科大学にて、 ファッションデザインを学んだ。1981年に、ブルーミングデールズ、バーグドルフ・グッドマン、ロードテイラー、ニーマン・マーカス、サックス・フィフス・アベニューの各百貨店で、婦人服のラインを立ち上げた。その成功を受け、1997年にはセリーヌで、初の婦人服、デザイナー、クリエイティブディレクターに、就任、2003年までの在任期間中に同社を、 世界的名門ブランドの一員へとのし上げた。2002年に自身のメンズウェアブランドを立ち上げている。セリーヌのクリエイティブディレクター時代には数多くの女優の服装をデザインしている。グイヌスパルトロは映画《法要にて》、ケイト・ブランシェットは映画《バンディッツ》にて着用している。さらに1999年のトーマス・クラウン・アフェアではレネルッソが着用している。 2010年免疫システムに基づくがん治療の進歩に尽力している米国のヒエリガン研究協会が毎年行っているオリバー・アール・グレイス・アワードにてマイケルは厚労賞を受賞した受賞式は2010年6月16日にニューヨークのマンダリン・オリエンタルニューヨークにて行われた2009年1月アーティスト兼デザイナーの トニー・デューケットの関在人が2009年のマイケル・コースのリゾートウェアのプロモーションにデュケットの名前とイメージを使用したとして商標権の侵害で訴えを起こしている。ニューヨーク州ロングアイランドで元モデルの母親の元カール・アンダーソン・ジュニア3世として生まれた。ニューヨーク州メリックで育ち同州ベルモアのジョン・エフ・ケネディ高校を卒業。母はユダヤ系の出身。 同性愛者であり、元マイケルコース社パリ事務所社員の男性と20年、あまりの交際を経て2011年に結婚している。メインブランドのほか系列姉妹ラインとして、マイケルマイケルコース、コース、マイケルコースを展開している。マイケルは、婦人服、ハンドバッグ、靴、コースマイナスは、靴とジーンズを展開する。いずれも、女性向けの服、バッグ、 靴が主要製品であるが、メーカーとのライセンスで、アイウェア、時計なども展開している。各シーズンの最新コレクションは、ニューヨークコレクションに出展される。ランウェイでは、メインブランドのものに限らず、姉妹ラインの商品も発表される。現在、フルコレクションのブティックは、ニューヨーク、ビバリーヒルズ、フロリダ州、パームビーチ、ニューヨーク州マナセット、シカゴにある。 著名人の愛用者には、ジェニファー・ロペス、ミシェル・オバマ、ミランダ・カー、エリッサ、ハイディ・クルム、キャサリン・ゼタ・ジョーンズなどがいる。ジョアン・アレンは、ザ・コンテンダーでアカデミー主演女優賞にノミネートされた際にガウンを着用。エリッサは、ワールド・ミュージック・アワード2005にて着用し、ジェニファー・ガーナーは2006年のアカデミー賞プレゼンターの際に特注のドレスを着用して登場している。 その他、バッグや靴など小物単位で愛用する人物も多い。広告キャンペーンではファンが好むジェットセットスポーツウェアがよく用いられる。過去のキャンペーンではモデルのカルマンキャスが空港の滑走路やアフリカのサファリ旅行をヨットでリラックスするシーンが使われた。ありがとうございます。